はい、どうもこんにちは、ちるこです。おつちるです。ですね、引いてきました、ワンピース一番くじ、20周年アニバーサリーですね。こちらのくじ引いてきました。麦わらの一味がもう、まあ、全員入ってるみたいで、で私はあのセブンイレブンでね引いてきました。で、一番近いセブンイレブン行ってみたんですよ。で、行ってみたらルフィがねいなかったんですよ。まあ私が一番欲しかったのがまあ、サンジだったんで、まあルフィいなくてもいいけど、でもやっぱ当たったら嬉しいじゃないですか。やっぱね、ルフィはね、ルフィ当たればそれは嬉しいので、まあでもまあサンジいるからとりあえずじゃ、まあまあまあフィギュア割とあったんで、4回引いてきました。で、その後、違うとこに行こうって思ってたんで、で、その違う店舗で3回引いてきました。その結果を皆さんにご報告したいと思います。その引いた順番通りに行きますからね。はい、まず4回引きました。一番まず一発目ですね。まず一発目当たったのがこちらです。はい、じゃん。こちら何賞？軽賞。アニバーサリー色紙。まあ。まあいいです。エースいるから、ここに。エースと3兄弟いるから。まあ、いいです。で、2回目引きました。2回目当たったのが、はい、軽賞。アニバーサリー色紙。また色紙。まあそうだね。じゃあ3兄弟とエースってことでね、いいんじゃないですか。はいはい、まあいいですよ。はい、で3回目です。3回目、当たったのはこちらです。はい、継承色紙。いや、もうそろそろいいかな。まあ他の被らなければまあいいのかなとは思うんですが、まあね、4回目でした。ピリッと上げて当たったはなんとこちらです。じゃん。ブルーク当たりました。やば、もうめちゃくちゃ嬉しいです。フィギュア当たりましたよ、私が。いやー、ブルック当たりました。もう嬉しいです。って、あ、フィギュア当たった。いやー、当たりましたよ。これで気を良くした私はですね、よし、違う店舗行くぞとっていうことになったわけなんですよ。これは違う店舗行って、ルフィもいてサンジもいる店舗に行こうって思って違う店舗行ってきました。はい、違う店舗着きました。何回引こうかなと思ったんですが、まあ3回にしようかな。4回3回で合計7回引いてきました。その店舗では1回目ですね、引いて当たったのはこちらです。じゃん。色紙、継承色紙、もういいよ。ちょっとね、全部色紙。他にあるじゃないですかね、なんかファイルとか、その他にタオルとかもあるじゃないですか。全部色紙。6回目引きました。当たったのはなんとこちらです。6回目当たったのはなんと、じゃん。サンジ当たりました、イエーイ。めっちゃかっこいいです。もうね、って店員さんと、って当たった当たったって。もうサンジが本当に欲しかったんで、もうめちゃくちゃ嬉しいです。やりました。はい、でラストですよ。ラストありますからね。はい、ではラスト7回目ですね。7回目当たったのはなんとこちらです。
はい、ラスト7回目当たったのはなんとじゃーん、ゾウのイエーイ。ちょっとすごくないです、私すごくないです。いや私ね、あんそんなくじ運良くないんですよ、うん、まあびっくりしました。なのでこのゾロとサンジが当たるってちょっとすごくないです。ゾロサンジ当ててゾロだったんですよ。ではねちょっとね、開封したいと思います。まず色紙ですよね、うん、私はやはり断然この三兄弟とエース、エースね、このどっちか当たればもう万々歳です。まあ他のでもね別にもう全然熱いのでねいいと思います。まだ開けてないんでね、開けますよ。何が出るか、このランダムっていいですね。これまたね入ってなかった、エースじゃなかったらまた引きに行きますからね私。どっちが表、もうこっちかな、こっちが表。エースお願いします、エースお願いします。いい、うわすごい、あすごいねこれ。あなるほど、これはちょっと見た人はきっとわかると思うんですが、本当に色紙に、この色紙に描かれてるみたいなんだ。いやいいですね。エース出るか、いきますよ。本当にエース本当にお願いします。本当にエース、みんなもお願いして、みんなもお願いして、本当にエース。はい、あロビンだ、ロビンとルッチ、はあわあいいねいいねいいですね、いいよ、うんいいんだけど、いいんだけどな、非常にいいんだけど。はい、どうすれば出てくれるかな、どうすれば出てくれる、どうすればいい、あの本当エースが欲しいんです私は。エースお願いします。はい、何だった、何、あサンジだ、サンジだ、これはいいですよ。サンジとゼフ、いいですね。お前オールブルーって知ってるかみたいな、その時のね表情じゃないですかね。いいですよ。えどうしよう、ラストなんですけど。ラスト。でも仕事はなんとかなるかな。本当サンジじゃない。エースお願い。どっちがいい、どっちかエースか三兄弟どっちかお願いします。ラスト、はい、あ軽い、あーエースが出ないよ、みんなエースが出なかった。あこれはラストですね、チャカとペルね。もうチャカとペルもイコールスゴフェスでねよく出る感じっていうか、そんな気がするんですが、いやでもなかなかいいですね、いいですよ。あでも被らなかった、集めたくなっちゃう、いいですよなかなか。はい、色紙はねこんな感じでした、4枚全部違くて全部良かったですね。あでもねちょっとエースが出なかったんで、またちょっとくじしに行きます。では次フィギュア行きましょう、開封していきましょう。ブロックから開けますね、やばいよ、もうブロックね、サンジと比べてとちょっと小さいんですよね。
ちょっと小さめ。おおおお、こんな感じ。もう、あ、もうそのまんまいける感じかな。あ、剣をつければ出来上がりだ。これをこうして、ん、こうして、あ、はい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 、こうか、こうね、こう、あ、もうやだ、やめて、もうもう買ったわ。大丈夫だった今、大丈夫だね、いいです。ちょっと支え、ちょっとせいぜい支えながら、はい、こんな感じになりました。いや、いいですね。はいはいはい、こんな感じですよ。いや、いいですね。よほほほほほほはい、こんな感じです、こんな感じです。この台座があってね、これで足を支えてくださいという感じですね。いいですよ。後ろこんな感じね。すごい、すごいクオリティが高い。はい、ブルックでした。ゾロをね、開けてみたいと思います。これがこうですね。いいね、やばい、かっこいい、かっこいいよ。これで合ってるかな。はい、ゾロやっとできました。じゃん、こんな感じです。ちょっとブルックをちょっと板置こうかな。はい、こんな感じです。どうでしょうか。え、めちゃめちゃかっこいいですよね。いいです。ちょっとね、ここの刀がね、ちゃんとこう柄を持つようになるんですけど、ちょっとなんかバキっていっちゃいそうでちょっとやめときました。刀を一本加えて、こんな感じですよ。はい、いやー、かっこいい、かっこよくない？すごいですよね。後ろ、後ろ、後ろ姿もいい、後ろ姿もいいです。はいはい、こんな感じです。はい、ゾロでしたラスト3時、じゃあ開封していきましょう。3時3時ね、3時の箱はこんな感じで、3時が C 章ですね。 A がルフィかな、 B がゾロでした。これがこうですね。開けていきましょう。すごい、すごい、すごいぞ。3時はシンプルですね。もうこんな状況、こんな状態。足なんか長くない？こんな長かった？3時こんな状況だよ組み立てます。3時、はい、3時できました。じゃん、シンプルでいいね。こんな感じです。はい、3時がこうかな、こうする感じ。3時ちょっと難しいな。はい、3時がこんな感じです。こんな感じ。ちょっと全体映んないね。足がもう長、足長、こんな感じこういう感じなんですよ。すごい躍動感、すごいね。このズボンのシワとかすごい。後ろ姿もかっこいい、かっこいい、かっこいい。いやー、かっこいい。は
じです。ね、顔はこんな感じですよ。映ってるかな？はい、ということで、ワンピース一番くじ引いてきました。ご覧のようにね、サンジ、ゾロ、ブルックのフィギュア、もう大当たりですね。もう早速そこのね、後ろのこの棚に飾りたいと思います。皆さんはどうでしたか？私はやっぱ色紙をね、うん、エースの色紙がやっぱり欲しいので、まあ、色紙はね、まあ結構余ってるかなと思うので、うん、ゲットしに行きたいと思います。はい、では今日はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバーイ。やったー。